お知せには、ディズニーアニメの実写リメイク版、アラジンが、明日の夜、日本テレビ系列の金曜ロードショーで放送される予定を受けて、このミュージカルファンタジーの元ネタに関する意外な事実について、岡田さんが語ったトリビア動画をお届けします。さて、アラジンって、もともと、 を舞台にしたお話なのか、ご存知でしたか、オタキング CH 管理人。ディズニーが隠したアラジン裏話ってことですね。舞台は中国、アラジンは母親に規制するニートっていう話です。これはあのディズニーのアラジンなんですけどもですね、もう興業はですねアメリカ国内で2億6400万ドル、全世界の興業収入は7億2700万ドル、大成功です。 えー、1992年版のアニメのアラジンがですね、アメリカ国内で2億ドル、全世界で5億ドルですから、それに比べてもですね、もう大ヒットなんですよね。リメイクとしては成功ですね。そもそもアラジンとはどういう話だったのか。さっきタイトルの部分で言ったんですけども、中国が舞台です。神秘の洞窟の中で魔法のランプを見つけるアラジンなんですけどもですね、19世紀末にウォータークレインというインというイギリスのですね、画家が描いた絵本版のアラジンなんですけども、これが アラジンなんですね。もう完全に中国風人なんですよ。 で、これはアレンジなのかというと、原作の千夜一夜物語、いわゆるアラビアンナイトにあるですね、アラジンにもですね、中国と書いてあるんですね。あの、こっち側にアラビアンナイトあるんですけども、このアラビアンナイトのですね、前週の方には、えー、アラジン入ってません。えー、アラビアンナイト、ホイですね。ホイっていうですね、いわゆる付録版の方に入ってます。だから、あの、アラジン読みたい人は、このこっちの前週買っても無理なんですね。こっちの方で読まなきゃいけないんですけども、こっちにもですね、中国として書いてあります。冒頭はですね、王偉大 なる王様よその昔、中国に貧乏な仕立屋がですね、いました。彼にはですね、アラジンという息子がいました。仕立屋は一生懸命にアラジンに仕事を覚えさせようとしましたが、遊んでばかりで働かない。ついに仕立屋はこのアラジンの、あまりにも働かず、あの、町で不良で遊んでばっかりということが心配で死んでしまいました。 残された下手屋の妻、アラジンの母親が糸を紡いで、そのままアラジンを食わせてたんですけども、アラジンは全く働きません。親不孝の限りです。そのまま15歳になってしまいました。なんか、とんでもないオープニングから始まるんですけども、アラジンはニートでろくでなしで、父親が死んでもですね、母親だけは,は働かせるというですね、人間のクズだったわけですね。<laughs> しかしですね、そのアラジンにはですね、本人もにも知らないですね、秘密がありました。どんなことかっていうと、実はアラジンの先祖はですね、ものすごい 財宝をですね。洞窟に隠してたんですね。で、その子孫でないと。 入り口の大理石の蓋が開けられないんですよ。この、まあ、偶然みたいなことがあって、そのね、祖先のこともね、もうほとんど書いてないんですよ。お話的にどうでもよかったからですよね。お話的にどうでもよかったから、実は祖先が巨大なですね、あの財宝を隠してて、さらっと書いてるだけなんですよね。で、で大理石の蓋が開けられない。で、遥か太陽の沈むですね、アフリカより、一人の黒人の魔法使いがやってきます。魔法使いはですね、この財宝を30年以上狙っててですね、ついにその子孫アラジンを中国の 地のる果てつまり東の果てのおそらく上海辺りで見つけてですね嵐に声をかけましたもう本当にあのどこの国かかわななくなってます。戦、え、争、ー、を持った美女がいるんですけどももうね中国なのか日本なのか下た履いちゃってますしですねわかんなくなっちゃってるんですねでこの絵本が書かれた19世紀末のヨーロッパっていうのは日本趣味いわゆるジャポニーズムの真っ最中なのでイラストを描いたそのクレインもですね中国の「 そのまた果てにある都っていうことでですね、あの、原文を読んで、そりゃ日本のことじゃないのと、日本で金銀財宝ザクザクなんでしょというふうに思ったのかもしれない。だからこういうふうに、中国というよりは、ややそれよりはさらに日本趣味の絵になっちゃってしまいます。で、日本ではですね、あの、アラビアの砂漠の中の話と思われているアラジンですけども、ヨーロッパではですね、実は中国が舞台というのが当たり前で、19世紀末にアラジンって、中国かもしくは日本あたりの話でしょというふうに思われて、 なんでこんなことになったのかですね。なんでこんな日本と言ったら言い過ぎかもわかんないけど、少なくともかなり中国の東寄りの話がですね、ディズニーのアニメにしても何にしてもですね、僕らは砂漠の国の話というふうに思うようになったのか。まあ、割とね、意外ですよね、提灯があったりとかですね。アラビアンナイト千夜一夜物語はその名の通りですね、アラブ世界のお話なんですけども、それがなんで日本や中国が舞台なのか。 実は千夜一夜物語ですね。これがですね、ヨーロッパ世界で紹介されたのは、かなり遅いんですね。1700年頃なんですよ。で、当時のヨーロッパっていうのは、シノアリズム、いわゆる中華趣味の真っ最中だったんですね。どれぐらいすごかったかというと、ルネサンスの時代からですね、とにかく中国から輸入されるコップとかお皿の模様をですね、もうみんな真似しようと必死でですね、貴族たちはロココ町で統一された屋敷の中に中国製の家具を置いたりですね、まあ、庭に変な家を建てたりしてたんですね。ロシアのエカテリ エテリナ2世なんかです、ね、中国風の村一つままるる趣味で建ててそこにですねちょっとあの午後から散歩に行ってお茶を飲むという村一軒村一件じゃない村一つまる建てたというのがエカテリーナ2世のですねあの写真に残ってるんですけどもこの中国ってかっこいいでしょっていうのが。 この文化の下地があったところに、今度はですね、アラブ世界のちょっとエッチでエキゾチックなですね、物語として、千夜一夜物語っていうのが紹介されました。なんでこれが大きな事件なのかというと、当時ですね、ヨーロッパではですね、そのアラブを 理解し征服するための教科書としても読まれてたんですね。ようやっとその1700年代の頭っていうのはヨーロッパの植民地主義がですね、アラブ世界っていうのを征服してたんですよ。で、それまでですね、その実はイスラム圏の方が、アラブイスラム圏の方が文化的には上だったんですね。ヨーロッパってルネサンス以降、自分たちはもうローマ帝国時代に比べて遅れた遅れた蛮族の一味だみたいに思ってたんで、ようやっとそれに対して力を置きした自分たちが大航海時代を経てアラブ圏 っていうのを植民地にしたっていうふうなことに対して、まあ、自信もあったし、逆に言えば勉強しなきゃいけないというふうに思ってた。なので、理解するための教科書として、千夜一夜物語、アラビアンナイトというのがまあ翻訳されてきたわけですね。その当時のですね、ヨーロッパ人の意識っていうのは、アラブっていうのはどこなのか、アラブ世界っていうのはどこなのかっていうのは、アフリカ、インド、中国、その先の日本までも支配していた大帝国というふうに思い込んじゃってた。 つまり、ローマ帝国は世界を支配してたって言うじゃないですか。でも実際にローマ帝国って地中海周りだけなんですよ。地中海周りとあとまあイギリスの辺まで行ってたんですけども、あれヨーロッパ人は世界と呼ぶんですね。で、同様にアラブっていうのを世界だと思っちゃったんですよ。ヨーロッパ以外すべて支配してた国がアラブであるっていうふうに思い込んでた。だから中国の話であろうとインドの話であろうと全部それはアラブの話だというふうに、その1700年当時の ヨーロッパ人は考えちゃったわけですね。この話をまとめると、まず18世紀のヨーロッパというのは、シノワズリっていうですね、その中国趣味の真っ最中だった。で、そこに植民地時代がやってきて、新たにアラブ世界というのがヨーロッパのその支配地として、植民地として仮想に入ってきたんですね。で、そのアラブ世界の民話を集めた千夜一夜物語がフランスから翻訳が始まって大ヒットしたと。地球というですね、全体図。 まだ全体地球儀というのが見えてない時代だったのでヨーロッパ人は千夜一夜物語の中で地の果てとして語られていた中国やアフリカも全てかつてはアラブの支配下にあった部分だというふうに考えてしまったんです、ね、これが原作のアラジンは中国が舞台という理由です。 なので、19世紀になってですね、出たさっきのクレイン版も、当時のジャポニズムを取り入れてしまったクレインは、なぜかアラジンと魔法のランプの原作の舞台を中国の果て、上海あたりとしてイメージとして捉えてたんですね。まあ、この黒人の魔法使いがですね、この後、綺麗なランプと汚いランプを交換しますえ、えって言ってアラジンの魔法のランプをなんとか盗もうとするシーンなんですけどもですね、これもですね、その、全く アジアとしてこの、この女の人なんかそうですよね。で、王様の娘としてアラジンが惚れ込むですね。 お姫様ですね。ディズニー版によるとジャスミ姫ですね。もうジャスミ姫はですね、完全に日本人のイメージで書いてしまってるんですね。それでもまあやっぱり疑問が残るのはですね、なぜイスラム世界の民話なのに中国が舞台なのかっていうと、まあ原作にさっきも言ったように中国のある都でって書いてるんですけど、なんでそれがアラブに昔からですね、伝わってたのか。まず意外な理由があって、さっきもちょっと話したんですけども、アラジンの魔法のランプって、千夜一夜物語のホイに入ってる。 って言ったんですけども、正確に言うとですね、千夜一夜物語じゃないんですよ。実はこの千夜一夜物語の中に、アリババは入ってないですし、アラジン入ってないですね。アリババと40人の盗賊もまるっきり入ってない。こっちの方に入ってる。なんでかというとですね、実はアラジンというお話自体がですね、今回ディズニーが映画化したアラジンというお話自体が贋作だった。歴史上偶然生まれてしまった偽の話で、もともとアラブ世界にこんな話はなかったんですよね。 それが、いくつかの偶然の結果、贋作と気づかずに、大流行して、おまけに大ヒットしてしまって、<laughs> <laughs> っていうですね、すごく変的な歴史があります。<laughs> 岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体いい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。